確率で被る時ってどういう時？解説します。 ABCD の4人の中から次の委員を選ぶとき、選び方は何通りあるのかそれぞれ求めなさい。1番は初期2人を選ぶとき、委員長と副委員長をそれぞれ選ぶとき、答えが違います。初期の2名を選ぶときにどうやって考えたらいいのか、樹形図を使って考えるんだね。1人目で A さん選んだときは2人目で B さん C さん D さんのどれかになる。同じようにいくとこういう風にして導き出せる。ただよくよく考えてみてほしい。1人目 A さん、2人目 C さん選びましたっていう場合と、1人目 C さん、2人目 A さんを選ぶパターン、ここで大事なのはイメージすることです。 A さんと C さんが初期に選ばれました、よしよし。 C さんと A さんが初期に選ばれました、よしよし。一緒やん、なるの分かる？全く同じことを言っているなっていう場合は全てかぶりとして考えるというのが組み合わせという考え方です。かぶりがある場合を全部消してあげると6通りの選び方があるんだねというお話です。一方で委員長と副委員長を選んでいきましょうという場合、1人目に選ぶのは委員長なんです。2人目に選ぶのは副委員長なんです。それを考えてやっていくと、同じ樹形図が書けた時にこっちは A さんが委員長です、 C さんが副委員長ですってパターンと、C さんが委員長で A さんが副委員長ですっていうパターン、一緒違う？違うよね、区別がある。こういう時はかぶりはないんだねというお話になるので12通りというのが答えになります。